みんなでカラオケに行くと、なぜか部屋にドリームカムトゥルーの吉田美和さんがいました。その後どうなった？吉田美和さんがいました。この後どうなった？帰ってもらえる。おい、吉田美和さんがいました。その後どうなった？もう大団円、もう大団円。ええな。吉田美和さんがいました。その後どうなった？あなたソロで何かできる人です。厳しい。あ、できるよ。吉田美和さんがいました。その後どうなった？みんななんとなく広瀬香美は避けた。なんとなく分かる気するわ、ね、吉田美和さんがいました。その後どうなった？ドリカムですって割り引いてもらってた。いやな、権力を使う人だ